中学生の皆さんこんにちは今日は皆さんと一緒に文法について考えていきたいと思います文法を勉強するということは相手に伝えたいことをきちんと伝えられるようになることにつながりますだからぜひこの機会に興味を持ってくださいでは早速授業を始めたいと思いますまずはこちらの文を見てくださいさてこんな風に言われたら皆さんならどんな行動をとりますか 名前を書く欄に自分の名前を書くのではないでしょうかでもこの後相手は不機嫌になってしまいました一体どうしてだと思いますかいえいえ違いますよ実は相手は名前を書いてから用紙を渡して欲しかったのですそれでは この場合どのように伝えたら良かったでしょうか例えば名前を書いて私にくださいのように誰に渡すかを明確にしたり名前を書いてくださいのように当点を打っているように読むだけでも伝わりやすくなりますねこのように日本語は少しの違いで意味が変わったり他の意味を付け加えることができます他にもこんな文はどうでしょうか 白い T シャツに目がいくこの例文はどのような状況を表していると思いますかそうですねこの場合白い T シャツに注目していることが伝わりますねでは T シャツの白さに目がいくと変わったらどうでしょうか いいですね洗濯をして T シャツが真っ白になった感じや太陽の光が当たって反射している感じが伝わるのではないでしょうかでは最初の文と後の文とでは何が違うと思いますかこの例文の印象の違いは1つ目の「白い」のいは白の T シャツのことを言っていますが2つ目の「白さ」の文は白の T シャツのことを言っていますが。 T シャツの真っ白さのことを伝えようとしていますねそれぞれの言葉がどのような働きをしているかこれまでに学習してきた文法の知識を活かして考えてみましょうところで1年生で勉強した言葉の単位を覚えていますか文章段落文文節単語と順に小さくなるのでしたね今回は言葉の最小単位である単語の 働きと性質について学習します単語を働きや性質によって分類することを品詞分類と言いますこの言葉の種類分けは全部で10種類あります例えば名詞や動詞などがありましたね品詞分類は分かれ道を通って決められた道を進むイメージになりますそれでは先ほどの白いという言葉を例に見ていきます まず単語は自立語語かかか付属語かに分かれます見分けるためにはそれだけで文節を作れるかどうかそれだけで意味が分かるかどうかが判断のポイントとなります。今回の例文を文節に分けてみると白い T シャツに目が行くとなりますこのように「白い」は単独で文節を作りそれだけで意味も分かるので「自立語」 ということになります次はその言葉が活用するか活用しないかです活用するとは後に続く言葉によって言葉の形が変化することを言います例文の白いはないという言葉をつけると白くないというようにいがくに変化しますまたたという言葉をつけると白かったのようにいがか に変化しますですので白いは活用のある言葉というわけですこのような活用のある言葉は述語になったり他と区別して用言と呼ばれたりするので覚えていくと便利ですよでは分かれ道を進んでいきましょうあと少しで品詞分類は完了です次の分かれ道は三本ですあと一息です 言い切りの形にした言葉の最後に注目します。いい質問です。言い切りの形とは辞書に載っている形のことを言います。文法用語で言うと終止形と言います。では品詞分類に戻ります。最後の文字が五十音の普段。つまりうくすつぬのような言葉だと動詞になります。例えば。 歌う書く話す立つのように動きを表す言葉ですそう考えると白いは動詞ではありませんねでは他の分かれ道を見てみましょう次はイで終わる言葉です最後の文字がイで終わる言葉は形容詞になります例えば眠い早い高い大きいのような様子を表す言葉のことです 白いもいで終わり、様子を表す言葉なので形容詞となります。もう一つの分かり道はだで終わる形容動詞です。綺麗だ、静かだ、親切だのように様子を表す言葉のことです。では T シャツの白さは白いという言葉とはどう違うのでしょうか。白いと同じように白さも 種類分けをしていきますここで問題です白さの品種は次の3つのうちどれでしょうか1動詞2形容詞3名詞一つ選んでみてください答えは一緒に考えていきます まず品詞分類する際最初に注目するのは自立語か付属語かということでしたね今回も T シャツの白さに目が行くと分節に分けてみましょう白さは分節の先頭にありそれだけで意味もわかるので自立語ですねでは次に活用するか活用しないかを確かめてみましょう 白さに「ない」はくっつきませんし白さに「たも無理ですねつまりしさは活用なない単語になりますここからは最初に考えた「白い」という言葉と違う道を進みそうですでは次の分かれ道を見てみましょう今度は主語になるか主語にならないかで考えます。主語というのは何がや 誰がのように文章の基本となる成分でしたね白さという言葉は白さがよみがえるや白さが引き立つのように主語になる単語ですこのように主語になる単語は一つしかありませんそれは名詞です物の名前を表す言葉で体言とも呼ばれますですので先ほどの問題は3の名詞が正解でしたこのように 単語は一つずつその言葉の特徴に注目しながら分類していくと必ずゴールにたどり着くことができます今回の2つの例文は後に続く目が行くのように視点の先が T シャツなのか白さなのかで注目している先が変わりますだから受け手への伝わり方が違ってくるのですね今日は白い、白さという言葉をもとに 品詞分類について考えました気になる言葉に出会ったら分かれ道を利用して品詞分類をしてみてください今回は全ての品詞について触れられませんでしたが特徴が分かればどんな言葉も分類できるようになります言葉を学ぶことは相手に自分の思いを伝えられるだけでなく自分の世界を広げることにもつながります 次回は古典について皆さんと一緒に学習していきます。以上で終わります。